年収660万若者です。歯並びのコンプレックスを直すか、そもそも効率を自分の考え方を直すか、長期的なコスパとしてどちらがよろしいでしょうか。まず歯並びのコンプレックスを直す必要なくて、歯並びを直してください。歯の矯正ってできるので、歯の矯正をするとコンプレックスがなくなります。要はその、コンプレックスをなくすために何かをしようっていうのをやったとしても、歯並びが良くないっていうこと自体は治ってないんですよ。だったら、根本である歯並びを直した方が早いと思います。僕の知り合いの藤井さんみたいに、そのなんか、死んだ魚目をしてるとか、デブであるとか、ブサイクであるとか、直せないコンプレックスを持ってる人は結構多いんですけど、歯並びは直せるので、さっさと直しちゃった方がいいと思いますよ。